アンリ・ペスカロロはフランス出身の元レーシングドライバー。姓はペスカロロとも表記される。ルマン24時間レースでは3連覇を含む4度の総合優勝を果たし33回出場という最多記録を持つ。ペスカロロスポールの創始者でありヘリコプターパイロットでもある。1968年カナダグランプリにてマトラワークスチームより F1 デビュー。 1971年より弱小時代のウィリアムズに遺跡し、マーチ、BRM、BS、ファブリケーションズを経て1976年に F1 から退いた。64戦に出走し表彰台は1回、通算獲得ポイントは12。彼は特有の緑色のヘルメットを使用し、顔全体に顎髭を蓄えているが、それはクラッシュで折った火傷の一部を折っている。 耐久レースでは長いキャリアを誇る。ルマン24時間レースでは前日のように1966年から1999年まで33回出場。1972年はマトラシムカ MS670 でグラハムヒルト組んで、1973年はマトラシムカ MS670 バイトでジェラール・ラルースト組んで、1974年も マトラシムカ MS670 でジェラール・ラルースと組んで、1984年にもヨーストレーシングからポルシェ956でクラウス・ルドビックと組んで勝利した。現役引退後は2000年に自身のチーム、ペスカロロス・ポールを結成し、ルマン24時間レースやルマンシリーズに参戦している。彼のチームはソニーコンピュータエンタテインメントのプレイステーション2と、 グランツーリスも4のスポンサーを受けたことで知られる。ペスカロロは、また年1回のダカールラリーに参加している。フランク・モンタニーがドライブする、ペスカロロ C60。ありがとうございます。